花壇の場合は寄せ植えとは違ってちょっとメリハリをつけた配色にすると見栄えが良くなります。今咲いてるお花が長く長く持つっていうようなイメージです。こんにちは、埼玉県にある園芸店サニベルの店長まむろみどりです。今回のテーマは冬の花壇のおすすめのお花7選になります。冬のお花なので寒さに強い花壇に適したお花をご紹介していきます。冬の花壇というと自然界ではもうお花が咲いているってものがほとんどない時期になります。そんな中でやっぱり華やかにして新しい年を迎えたいという方は本当にたくさんいらっしゃいます。華やかにしたいけれども何を植えたら寒さに強いのかとか、植えてしまったけどもやっぱり枯れてしまったという失敗例とかもあったり、買ったはいいんですけどどんな風に配置したらよかったのかとか、そんな失敗例もすごくね多いんじゃないかなと思います。ということで今回は初心者の方でも分かりやすいようにどんなお花が適しているのかということと、あとは配置とか、あと植え付ける前のポイントなどをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花の楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。寒さに強いお花の紹介です。特に花壇に植えるのでやっぱり寄せ植えのように動かせないってところもあるので参考にしていただければいいかなと思います。まずは出回りがもしかしたらちょっと遅いところもあるかもしれないんですけど、こちらローダンセマムアフリカンアイズです。ローダンセマムの中でこの一番このアフリカンアイズが寒さには強いかなっていうところで、比較的雪が降っても大丈夫です。そしてこちらイベリスブライダルブーケになります。今回のこの株は寄せ植えで使いやすい形になってますけど、もうちょっと株がふっくらとした株があればそちらを使うといいと思います。そしてこちら冬咲きパンジーのナチュレのシリーズからブロンズシェードです。こちらナチュレは小輪パンジーになります。ビオラとパンジーのいいところを取ったような感じになりますが、花びらが比較的厚いというかしっかりとしているので冬の寒さにもとてもより強い。パンジービオラは一般的に全部強いんですけれども、より丈夫に育ってくれるっていうところもあるので、こちらのナチュレもおすすめになります。他にも強いものたくさんありますけれども、一応代表としてこちらナチュレをご紹介しておきます。続きましてストックです。ストックは葉っぱがマットというかシルバーっぽい色の葉っぱになりますけれども、こちらはベビーシリーズのストックで八重咲きのタイプです。油中の寒さに強いお花になります。続きましてこちらアネモネですね。もうお花が早々と咲いてますけれども、アネモネ実はこちら花びらではなくて萼が進化したもので寒さにとても強いです。花は中の中心に、ちょっと今は見えづらいですけど、中心の部分がちっちゃいのがお花になります。金峰外科の球根植物になりますが、とてもね春先にたくさんお花がねわっと咲いてくるので、これも楽しみなお花の一つです。続きまして金魚草、こちらは金魚草のトゥイニーです。金魚草は比較的冬入りのタイプでなければ寒さにはとても強い植物になります。こちらはトゥイニーで八重咲きの咲き方をしてとても可愛らしい金魚草になります。そしてこちらリナリアです。これは姫金魚草とも呼ばれていて、若干小輪系の小さいお花が可愛らしい寒さに強いお花になります。色合いとしてはピンクとか黄色とか、あと濃いピンクとかいろいろありますけれども、好みの色を選んでみてください。実はこちらストック紹介しましたけれども、ストックこの紫色っぽい色だけではなくて、ピンクとかクリーム色、あとはちょっと濃い赤っぽい色とかいろいろあったりします。あとアネモネも薄い白からピンク、濃いピンク、赤とかいろいろねあります。それは好きなような感じで選んでいただいていいんですけれども、今回ちょっと白っぽさと紫色っぽさに暖色のオレンジ系を合わせてメリハリをつけながら植えていきたいと思います。花壇の場合はだいたい寄せ植えとは違って広いお庭の中の一角であったり広いスペースだったりするので、なるべくちょっとメリハリをつけた配色にすると見栄えが良くなりますので、そんなところをポイントで選んでもらうといいと思います。まず花壇なんですけれども、こちらの花壇は夏から植えていた一年草のようなお花が枯れてしまって、そういったものを抜いてちょっと荒れた花壇になっていますけれども、こちらこのまま植え付けられるっていうよりかはちょっと一手間なんですけれども、土を足してまずは雑草を取り除いて土をもうちょっと足して、そして肥料などを混ぜて、それで植え付けられるようになります。ここら辺がね目減りしているというか、土が足りなくなっているところがあるので土を足したり、そして土壌改良としての根がぐんぐん伸びる元っていうのが根のためにもよくて、土
の状態もね、良くしてくれるっていう、植え付ける前に入れるととてもいいですよっていうものがありますので、こちらを入れて新しい土を足して作っていきたいと思います。今回使う土は緑の土を入れていきたいと思います。緑の土をお持ちの方はこの高濃度フルボ酸、根がぐんぐん伸びる元がもう規定量の 1.5 倍きちんと入っていますので、ただ混ぜるだけでいいと思います。それでは耕して始めていきたいと思います。雑草をざっくりと取り除いたので、ここで土を足していきます。しっかりと土がある場合は腐葉土をちょっと混ぜるっていうのも土のためにいいのでやっておくといいと思います。土を足したのと、あとお持ちの方は高濃度フルボ酸、根がぐんぐん伸びる元を一握り二握りぐらいですかね、だいたい50センチ×50センチぐらいの範囲だと思ってください。今の土が足りている場合もこれだけは入れた方がいいですね。そして花を植えるので、ここで緩効性の化成肥料もね、少しパラパラっと規定量ぐらいですかね、なんとなくでいいと思います。撒いておきます。でよくかき混ぜますけど、一応この植物が植わっている周りはそんなに近くまで掘らないような感じで、周りを軽くね耕す程度にします。でこちらハンドフォークがね、とても女性でも結構軽い力でサクサク耕せるので、すごくね便利なアイテムです。で必ず平らにしてから植え付け開始になります。こちら真ん中に植わっているのはツリージャーマンダーといって丈夫な低木になります。でこれを囲むようにして、こっちが背景で、こちらの花壇のね、ここの線を正面という風にして植えていきたいと思います。で後ろの方は背の高いもの、そして手前が低いものというようなシンプルな植え方になりますけれども、配置もね参考にしてみてください。そしてこちらの大きい植物ですけれども、こちらはユーフォルビアのウルフェリーです。枝先からライムイエローみたいなライムカラーのお花、つぼみがこう上がってくるところがすごく素敵で、今回植栽する色にも合うかなというふうに思います。こちら小さいポットを植えて 5,6 年目ぐらいのね大株になります。まずは後ろ背が高いものとしてイナリアグッピーです。今回は白と紫を使います。こんな感じで、そして今度手前ですね、このツリージャーマンダーをの手前の方にちょっと背が高くなる感じで、ちょっと交互になるような感じでアネモネです。でアネモネの脇に来るような感じでパンジーです。パンジーナチュレ、そしてローダンセマムアフリカンアイズを両サイドに来ます。白がねこんな感じでつながる感じになります。そしてイベリスです。このイベリスとても白がポイントですよね。綺麗なので発色のいい白なので、お庭がねパッと明るくなる要素を持っています。そういう感じになります。で今回さっきご紹介したストックと金魚草は使っていませんが、ストックもし使うのであればアネモネのところにこんな感じに来るのも一つのバリエーションかなと思います。あとは金魚草もこんな感じで一つあるといいかなと思いますが、今回はアネモネでいきたいと思います。これで植え付けていきたいと思いますけれども、このぐらいの広さの花壇であればどこから植え付けてもいいかなとは思うんですが、例えば手が届きにくいような場所から中心の方から植え付けていくと、最後に端の方を植えるみたいなところでやりやすいんじゃないかなと思います。そして今回根を崩していけないものっていうのがストックと金魚草、こちらはポットから外してそのまま丁寧にねそっと植えましょう。そしてなるべく優しく崩してくださいねというのがイベリスと、あとはリナリアになります。アネモネ球根植物ですけども、根を絶対崩してはいけないというわけではなくて、ちょっと刺激を与えて植えたりします。そして冬の花壇の動画は過去にも撮ってあって、植え方とかも詳しく説明してますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今のポイントを踏まえた感じで植え付けしていきたいと思います。最後の株になりましたけど、一番手前の側は垂直じゃなくて少しね起こして、皆さんにお顔がよく見えるような感じに角度をつけて植えます。ここもしっかりと傷つけて根を崩して、これで植えます。こんな感じですね、しっかりとふっと押さえて完成です。植え付けが完了しました。まずは寄せ植えと同じように、植え付けが終わったらたっぷりのお水をあげます。お水をあげる際にはじょうろでシャワーであまりお花にかけないようにして、土の上をしっかりと湿らせます。一株10秒ぐらいですね、お水をさーっとあげるようなイメージです。でそのお水には活力液を定量入れると根の活着がさらに良くなるのでおすすめになります。冬なのでお花が次々と咲くっていうような陽気ではないですね。なので今咲いてるお花が長く長く持つっていう
ようなイメージです。で、花がら摘みもお花が終わったものに関しては花の茎から下、花茎を含めて摘み取るという基本的なものになりますけれども、そんなに頻繁にやるほどではないと思います。そしてワンポイントなんですけれども、こちらのリナリアは株元から3分の1ぐらい、このぐらいでバッサリと切ると、その後またふわっと咲いてくるので、その1回3月に入って切るっていうことをお勧めします。今回リナリアが後ろに3株でちょっと寂しいかなと思われるかもしれないんですけれども、結構ねボリュームがふわっとしてくるので、色の濃さがここが密になってきます。でその対比としてパンジーですね、ナチュレがボリュームがふわっとしてくるので、そこで釣り合いが取れてくるというような植栽になります。もしね暴れるようであれば3月中旬ぐらいに1回ちょっと切り戻しなどをすると、またたくさんお花がね咲いてくれるので、うまくすると次回はペチュニアを植える頃ぐらいまでお花を今の花壇で楽しむことができますので、冬から長く春まである意味ローメンテナンスなお庭ができたと思います。今回ストックを植えませんでした。サニベルはすごく風の強い環境で、ここも風が結構通り抜けていくような場所なので、ストックはあまり寒風が吹きつけすぎてしまうと下の葉っぱがタラッと垂れてしまったりとか、たまにちょっと枯れ込むってこともあったりするので、ちょっとね風が心配な地域とか、若干マイナス5度以下まで下がるような地域の方はストックはちょっと避けといた方がいいかなと思います。いかがでしたでしょうか。今回のこの花壇まだ間に合いますので、できれば12月の中旬ぐらいまで、20日までには植えられるような感じでお花を選んで植え付けていただくと、冬の花壇が素敵に仕上がると思いますので、ぜひ試してみてください。今回ご紹介した緑の土は5リットルの小さいサイズも出ています。 Amazon のリンクから購入することができますので、ぜひ参考にしてみてください。概要欄は動画のタイトルをタップしていただくと進むことができます。このチャンネルでは初心者の方にも分かりやすい視点でお花を楽しみ方、そして園芸情報を発信してます。チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。そして動画を見る際にはぜひベルマークをオンにしていただくと旬な情報をゲットできます。そしてサニベルではインスタグラムをやっています。特にお店に入ってくる旬な情報をタイムリーに発信してますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それではまた。